はいどうも、魚ダブルスイッキです。よろしくお願いします。さあ、今回なんですけども、ということで、今回ですね、テクニファイバーさんから、テクニの店舗、お届けしたいなと。で、まあ、そのね、ラケットに似合う美しい女性が、ここに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。実績はめちゃめちゃ持ってる。で、ドクターチルドレンの一員ということで、店舗なんですけども、女性に向けたラケットということで、もう女性に売ってもらおうじゃないかということで、のぞに来てもらいました。なので、まあ、まず見てもらったらわかる通りに、もう、まず真っ白。これ可愛いですね。可愛いですよね。ちょっとだけ、はい、見させていただくんですけども、カラーがですね、ピュアホワイトとターコイズブルー、まあ、いわゆるこうティファニーブルーとかね、よく言われるような色なんですけども、めちゃめちゃ可愛いですよ。横のね、このフレームもグロメットもこの色になってますし、まあ、ここもサイドもそうですし、中のね、このチョンってなってるやつもこの色になっているので、めちゃめちゃ可愛いなっていう印象があります。今回なんですけども、メインとしてはですね、店舗の 285g を、お届けしたいなと思っております。で、まあ、今一応もう一つ持ってるのが 270g なんですけども、ちょっとここで説明させてください。 270g は 0.5 インチ短い、これが売りになっております。で、 285g の方が従来の、ラケット27インチになっております。まあ、そこら辺もちょっとね、感想とかのぞに言ってもらえたら嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。この動画がね、良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そうしたら見ていきましょう。本編スタート。はい、ということなんですけども、はい、ありがとうございます。あのストロークをね、まずちょっと喋ってもらいたいなと思うんですけど、実際打ってみて振り抜きとかってどうでした？振り抜きはめちゃめちゃ良かったです。良かったですよね、はい、僕もね、ちょっと打たせてもらったんですけど、振り抜き自体はかなり良かったのかなと思います。で、あとはですね、打っててどういうような感覚があったのかっていうのをちょっと喋ってもらいたいなと思うんですけど、いつも使ってるのよりは軽いからちょっと不安やったんですけど、かなり振り抜きがいいのと、スピンがちゃんとかかりますね。ホールドしてくれてる感じがあります。なんかやっぱりその振り抜きがやっぱいいっていうのが、スピンだったりとか、まあ捕まえるとかにつながっていっているっていうのが印象的なのかなと。で、今回なんですけど、このラケットね、完全に女性専用のラケットという風なコンセプトで作られてるんですよ。なので、これね、これ僕初めて知ったんですけど、全世界のテニスプレーヤー女性比率 44%、 すごいですよね。なので、やっぱその 44% いるのに女性専用って今まで作られてなかったっていうので、今回テクニファイバーさんが女性専用のラケットを作ったっていう、そういうのがコンセプトにありますんで、完全女性ですもんね。まあ、あとはですね、そのストロークなんですけども、パワー、いわゆるボールの飛びっていうところに関してはどうでしたか？軽いのに結構伸びてくれる感じがあります。だからやっぱりそのラケットがこう扱いやすいと振り抜きやすいから、まあ自然ともうパワーもついていくよねっていうのが、まあそんな流れかな。基本的にですね、どっちかというとこのラケットで言えば、がっつり競技者っていうよりかは TF40 でもそうですけど、ネクストジェンだったりとか、まあ女性でこうちょっとね、中級レベルだったりとか、まあスイング速度がね、多分遅い方の方が合ってると思いますんで、ぜひですね、皆さん手に取ってみてください。さあ、ということなんですけども、これね、今回テクニの店舗はボレーで優位性に立つためにも作られているんですよ。なので結構ね、女性ってこう、まあ眼光プレイヤーもいるんですけど、結構こうレディースの方とかやったら平行陣取る方結構多いんですよ。で、たらボレーでこうラケットの取り回しだったりとかっていうのを元に結構作られてるっていうのも一つポイントとしてあるんですけども、実際ノゾはこうボレー打ってみてどうでしたか？打球感もすごい気持ちよく打てましたね、うん、でスイートスポットが広いからだと思うんですけど、ちょっと遅れたなとか、ずれたかなと思ってもポーンと楽に飛んでくれる感じがしました。やっぱそこってもう実際めちゃめちゃ大事ですよね。女性ってこう面当てるっていうところもよく使うじゃないですか。その時にボールが飛んでくれるか飛んでくれないかってすごい差になると思うんですよ。なので、そういう点でいくと、やっぱラケットのこう取り回しがいいので、返そうかなとか当てようかなとかって時にこうアシストしてくれるっていうのと、あとやっぱラケットはこうパワーが出やすいっていうので、打ちに行こうってなった瞬間でも結構ガツンと打ってくれる
れるような多分印象があったと思います。実際こう短い 0.5 インチ短いのも売ってもらったと思うんですけど、そこと比べて何か違う点ってありましたか？力を抜いた時により飛ぶ軽い方が、点5インチ短い方 が、それおもろいですね。でもやっぱり27インチあったらスイングできたりちょっと多少パワーがある人の方がいいのかな。でスイングにこうちょっと自信がない力がない方は逆に 0.5 インチを短くして 270g のやつを使った方が多分楽に飛ぶっていうことですよね。さあということなんですけども、サーブになるんですが、サーブどうでした？繰り返しになるんですけども、力を抜いててもしっかり飛ぶ、いわゆる力がある人でも力抜いてでもできるってことですよね。そうですね。で力ない人は逆にちょっと振りに行くような感じでめっちゃ飛ぶってことですもんね。そうですね。めっちゃエラケットじゃないですか。最高ですもう色良くてボールが飛んでホールド感あってコントロールもついて、これ以上ないラケットですよね。ないですね、はい、サーブで実際こう打ってみて26.5 インチと27インチを打ってもらったんですけど、なんかこう違和感ってやっぱあるんですか？やっぱり重たい方が、ボールもしっかり重みが出てるような気がします、まあ、ちょっと 26.5 インチの方がちょっとなんとなく自分的には少し軽くなっちゃった。そうですね。でもその分しっかりスピンもかかりますし、コートに収まる感じも、ね、なるほどですね。やっぱいいですね。今回その女性向けのねラケットテンポ、今回ハッシュタグテクニのテンポ、まあ、オープニングでちょこちょこ言ってますけど、皆さん覚えましたか？ハッシュタグテクニのテンポです。皆さん覚えておいてください。さあということなんですけども、お疲れ様でした。ちょっと待ってください。めっちゃ可愛いんですけど。ありがとうございます。え、僕のこと、いや、いや、ティファニーブルーですよ。やっぱこれいいですね。可愛いですよね。やっぱこの可愛いですよ。ありがとうございます。もう僕もちょっとポっていうことで、まあテクニのテンポということで、今回ですねこのテンポを紹介させていただいたんですけども、まあメインはですね 285g の、テンポを、メインとして、まあ、27インチで使っていただいたんですけど、まあ、実際ですね 270g で 26.5 インチがあるのと、もう一つ 255g でも 0.5 インチちょっと下がってるような状態なるんですけども、実際ですねこうスイング速度がめちゃめちゃ速い方っていうよりかは、まあ、ちょっとスイング速度に自信がない方の方が一番使いやすいんじゃないかなと。実際ねドグダグドもちょこっとだけ打たせていただいたんですけど、やっぱねストロークっていうかボレーの方がねめちゃめちゃやりやすい印象が僕もあったので、ぜひですねショップさんとか、まあ、スクールにもしあるのであればぜひ手に取っていただいて、まあ、買う買わないはそこからでね選んでいただいたらいいと思いますので、まずなんといっても今のぞも言いましたが、可愛い、もうこれがですねハッシュタグテクニのテンポ、その下にハッシュタグかわいいっていう感じでやっていただけると嬉しいなと思いますので、ね、ぜひよろしくお願いします。この動画ね良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしたらねもう早々時間が来ましたのでこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。